はい、ひろみです。今回は、強化ジムリーダーの、たけしに挑んでいきたいと思います。いやー、たけしはね、やっぱり、アリンポケとかのイメージも強いし、なんだっけ、まあ、やっぱり最初にね、挑むジムリーダーってことなんで、やっぱなんか、愛着はありますよね。真のヒロインだもんな。ゴローニャか。確かに、弱くじゃないんだ。じゃあ、まあ、4倍ダメージですからね。まあ、当時はね、頑丈の仕様がね、違うんで。じゃあ、じゃあ、フーディンで。これで、賞金が倍になって、さらにね、エナジーボール、草技を覚えてるんで、これ4倍ダメージなんで、まあ、不一致ですけど、まあ、耐えられないでしょう。まあ、カプトムそんなに耐久が高い方ではないはずなんで、ジーランスか。ジーランスも、水岩なんで、このままで大丈夫です。こいつも草4倍です。あと草の一貫性がすごいんだよな。まあ、ワンパンでしょう。ラムパルドか。まあ、ラムパルドは、岩単タイプなんで、まあ、あのまま行ってもよかったんですけど、まあ、変えました。あー、でも、レアコイルでもよかったかな。ラスターコノンでもよかったかな。まあ、いっか。まあ、オーダイルね、この強化ジムリーダー戦ではあんまり使ってないんで、まあまあ、オーダイル使いましょう。弱く、まあ、弱くこのままでいいでしょう。やっぱレベル高いよね、弱くはね。まあ、攻撃力ポッポレベルですけど。よっしゃ。オムスター。まあ、最後は、フーディンに決めてもらいましょうか。オムスターも水、岩タイプなので、草技が4倍ですね。しゃあ、ラストだ。守る。いやー、その場しのぎに過ぎないぜ。意味ないぜ。PP、全然あるぜ。はい、終わり。レベル上がるかな。よっしゃ、レベル上がりました。よっしゃ。そうでしょ？まあ、レッド倒しとるからな。各地、まあ、関東と城東だけですけどね。はい、ということで、今回は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。それでは。